なんかペロペロ。ジャンレディ聞いたよ、ありがとう。ジャンレディ、今日はジャンレディの放送日でしたね。お話し会受付中って書いてこハート。星はキョッピーのところに投げとくね。ありがとう、キョッピーに。今日は何の練習したの言えませんよ、そんな。言えるわけなかろう。はい、あの、そう、25時、深夜1時からもね、ジャングルレディオ木曜日あるので、お願いします。ですね、なんで始めたかっていうと、なんで始めたんだっけ、そうそうそう、公演終わりにね、ショールームできなくて、あの神戸コレクション以来全然ショールームできてなかったので始めてみました。キョッピーまだイベント中ね、頑張ってる、頑張れキョッピーって感じです。皆さんありがとうございます、こんな夜遅くに。コーコロも声も楽しかった、ありがとう、ハート。お話し会の宣伝、そうだ、お話し会の宣伝、そう、お話し会の宣伝もしようと思って、もう言っちゃうスタイル言っちゃうスタイル。パレを集めてキョッピーのとこに投げるね、ありがとう。こんばんは、こんばんは。元気そう、よかった、元気です、めっちゃくちゃ。さっきも髪の毛巻いてちょっと失敗したっていうか、なんかあんまり負けてないんですけど、巻いてきました。そしたらちょっと遅れちゃいました、ごめんなさいごめんなさい。ヤヨルームする、返信くれてありがとうね。返信しましたよ。できてないとかあったら即座に言ってください。全員しました。あ、推しの子のアニメ、そう、おでくぶくばちょっと待って、めっちゃ語彙力、なんか昨日なんですけど、放送日は昨日なんですけど、私はねリアタイできないので、夜だからやることとかいっぱいあるし、だから次の日に配信される、だから今日配信で23時から配信だから、23時までには絶対ショールーム終わらせとかないとなーってお昼までは思ってたんですけどね、まさかのね、忘れてて23時から配信するっていうね、もうアホです、アホアホ。23時から配信なのにな。あー、推しの子めっちゃおすすめ。でもラジオでもいっぱいその話してるから、ちょっとあんまりしない方がいいかもしれない。めっちゃね、もうエモいですよ、なんか漫画の方がいいだろう絶対と思ってたんですけども、見たらなんかもううーって感じ、もう泣いちゃう、本当にめちゃくちゃ泣いちゃいます。オネストマンの絵めっちゃ好き、嬉しい、やった。2話目見た、いいな、早く見たいな、絵も早く見たい、ショールーム終わったら見るから、皆さんネタバレしないでくださいよ絶対そう、なんか主題歌がねめちゃくちゃいいですよね、好きすぎて。なんかなんだっけ、歌詞になんかその漫画のセリフとかが入ってるんですよ、だからめちゃくちゃエモくてめっちゃいい、本当におすすめ。エオさん、アイドルドラマの実写してほしい、やりたい、やりたいな、ムーブとかでもいいからやりたいドラマもね大好きだから。キョッピーの配信にヤウイちゃん推しの方も来てくれて本当に感謝してます、ありがとうございます。あ、
そうです、皆さんありがとうございます、嬉しい。そう、キョッピーのね、配信に皆さん言ってくれたみたいで本当にありがとうございます、感謝。キョッピーもね、後で LINE くれたんですよ、やおちゃん本当にありがとねって。だから本当に嬉しい。だから行くねって言っときました、名古屋行くねって、栄行くねって言ってきました。そう、今も配信してるからとっとと終わらせます、私は去ります、私はカウントだけしてきます。わあ、ありがとう。いつまでやるんだろう、キョッピー。24時までかな、またね。え、名古屋すごい、なんかきしめんが好きで、めちゃくちゃうどんもさ好きだけど、なんかきしめんってなんか特別感、なんかプレスされてるだけなのにね、プレスされてるだけとかって言ったら怒られそうだけどでもめちゃくちゃなんか平たいだけなのにめちゃくちゃ美味しいっていうか、なんかもう本当に美味しくて、名古屋のねきしめん屋さん美味しいとこあるんですけど、めっちゃ好き、美味しい。そう、食感とかね、もうなんか味も美味しいし、味噌煮込みうどん、あ、味噌煮込みうどん大好き。おばあちゃんがね名古屋出身なんですよ、だから名古屋飯にはすごい縁があって、だからきしめん好きだなって。きしめん食べてみてください一回、かきしめんパイか味噌煮込みうどんか、ヤバトンか、ヤバトンってとんかつがあるんですけどね、焼き鳥、風来坊っていう、焼き鳥じゃない、間違えた、手羽先だ、手羽先屋さんとか。もう名古屋行きたいな。あんかけスパ食べたことない。あんかけスパとかあるんだ、スパゲッティってこと。 SKE も行きたいな、SKE さんのね劇場もあるので、行きたいよ。あんかけスパゲッティ有名なんだ、今度行ったら食べてみます。あのね、なんだっけ、リカちゃん人形じゃなくて、何ちゃんだっけ、何ちゃんって言うんですか、ナナちゃん、そう、ナナちゃんだ、ナナちゃん、ナナちゃん人形、ナナちゃん、ナナちゃん、そう、ナナちゃん人形ね、写真撮りました。なんか私が行った時ラブライブの衣装着てたんですよ、ナナちゃん人形が。めっちゃエモくて、それがもうラブライブ大好きだから、待ってって、なんかチカちゃんの、チカちゃん、高見チカちゃんの衣装かな、かなんか着てて、エモいエモいエモいって、しかもたまたま知らなくて、それで見て、そしたらなんか衣装着てて、ラブライブだった気がする、確か。でめっちゃあーってテンション上がって、ちょっと鼻かゆ、だからそういう思い出があります、ナナちゃん人形では。知ってる方いますか、ラブライブの衣装着てたナナちゃん人形。知らないかな。でも、あ、そうそう、最近ねスクフェス、ラブライブのゲームがね、なんか終わっちゃうって言って、めっちゃ泣いてて、泣いてはいないけど、最近やってなかったから、なんか昔めっちゃやり込んでたんですよ、ラブライブのゲームを。でめっちゃ好きだったんですよ。でも最近はもうなんかやりすぎちゃうからやめようと思って、やめてからやってなくて、でも2がね出たんですよ、2がリリースされたんで、めっちゃ楽しいです。なんかもう絵っていうのかな、作画もうなんかめっちゃ綺麗で、おすすめです、ラブライブのゲーム
ずっとやってる。もう暇さえあればずっとやってるから、本当になんか自分がなんかダメ人間になってくる。ダメ人間になってくる。ダメ人間になっちゃったなって思って。そう。音ゲーね、結構ね得意ですよ。EX っていうのかな。マスターまであるんですけど。イージーからマスターとかまであるんですけど。え、課金ほんと気をつけないとダメですよね。私結構課金しちゃうから、そういうの。なんか気づいたらさ、何万とかになったら怖いから、ちょっとね、900円ぐらいで収めれないかなとか思って。そんな課金の一気に入んないけどね、900円とか。え、そう、課金しちゃうからダメダメダメ。そう、900円ぐらいで我慢しようかなとか思って。ダメか、さすがに足りないよねって感じ。でも万はいかないようにじゃない。万いったらさ、ちょっとなんかダメじゃないって思って。でも900円じゃね、多分我慢できないから、もうなくなっちゃうかもしれないお金が。最近さ、こう春服とかも、で春服ってかもうほぼ夏服だけど、でなんか今日もなんかそのこう見ながら、あーもう可愛い服いっぱいあるなとか思って、だからそうそうそう、お金がねなくなっちゃうから、そう課金したら止まんなくなるからダメだなって思って、ちょっとね、皆さん気をつけましょうね。そう、今日もね暑くてすごい、でもなんか調子乗ってなんかほぼ半袖みたいな服着たら、そうなんかもう寒くてブルブル震えてて、めちゃくちゃダメでした。だから皆さん半袖はまだダメだと思います。服といえばさ、そう服といえばね、めっちゃ奇跡な話があるんですよ。あの前にすごい YouTube すごいめっちゃ見てる方がいるんですけどね、あの可愛い方でなんか香水紹介とかしてる方なんです。メイクを上げてる方なんですけど、めっちゃ可愛くて、なんか服可愛い服着てらっしゃったんですよ。その方がここにコモコモコみたいになってて、薄紫みたいな、めちゃくちゃ色も可愛くて、めっちゃ可愛いこの服どこのだろうなって思ったんですけど、書いてなくて、やっぱり YouTube だからどこの服ですとかも書いてなくて、まあでもあしょうがないかって思って画像検索とかしたんですけど、ここまでこの辺までしか写ってなくて、全然検索できなくて、あー残念だなって思ってて、でこの前神戸コレクション出させてもらったじゃないですか、あのありがたいことに。でそのミスミーバイっていうブランド、あその神戸コレクションさんで着させてもらったブランドさんがあるんですけど、そこのブランドさんのあのネットを見てたら、あってその服が。びっくりじゃないですか、え奇跡運命かなって思ってポチっちゃいました。あ、えすごいですよね、ほんとすごい、めっちゃすごくないですか。もうね探してた、めっちゃ探したけど見つかんなくて、あもう無理だと思って、もう諦めようって思って、もうええって思って、ええって何回も画面見て、めっちゃ奇跡、そう運命運命、うわもったいないとか言ったらめっちゃ失礼だけど、もう公演の MC で話したらよかった。ね、そう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 、あもう瞬時にポチちゃいました、やばいね、奇跡ですよね、びっくりした。そう課金しちゃって、自分に課金って感じになるのかな、どんな服かみたい。そう今度ね載せます、どこかしらの媒体に。ネット通販は課金ではないけど、サイズどうなんだろう、なんかフリーみたいな感じだったんで、ちょっと
でもほんと可愛い服ばっかりだったんで、めちゃくちゃタイプな服で、私がね神戸コレクションさんで着てた服はもうすぐ発売されます。欲しいなと思って。でもあの上のねフリフリみたいな服はエプロンなんですよ。あれ実はエプロンで、下にねピンクのワンピース着てたんですけど、それがめちゃくちゃなんか背中がちょっと開いてて、めっちゃね可愛いワンピースで、なんかこの辺にパールとかついてて、もうめちゃくちゃタイプだったんですよ。それももうすぐ発売されるみたいで、欲しいなって思ってみんなにね、なんかやよ私服で着てそうだよねこれって。言われて、だから欲しいなって思ってめっちゃ迷ってます。そう、でもそのワンピースの上に着てたやつはエプロンなんですよ。めっちゃ可愛いですよねエプロン。みんなもね白いエプロン着てて、私はなんかチェックのやつ着てたんですけど、もうめちゃくちゃそのなんかデザインされた方にもお会いしたんですけど、もうありがとうございますみたいな言っていただいて、いやもうこちらの方がありがとうございますって可愛いエプロン可愛いです本当にありがとうございますって。そう、髪型もねあのなんだっけ可愛くしていただいて、ツインテールみたいなのにしていただいたんですよ。そうそうそう、めちゃくちゃ可愛いの着させていただいて本当にありがとうございました皆さん。あ出たウィンク OK。 ちょっと一瞬無言になっちゃった。なんか何考えてたんだろう、なんか何考えてるか分かんないけど無言になっちゃう時間ってありますよね。本当に良かったね。そう本当にまたステージに立とうね。ね頑張ります、本当に売れます、頑張って。わ嫌なこと言っちゃった、ショールームなのにポーズとかもね2人で考えてめちゃくちゃ楽しかった。え、の声落ち着く、ほんまに。よかったらラジオでも話してるんで聞いてみてくださいすぐ宣伝する、すぐ宣伝するからさ、そうすぐ宣伝するから、25時からね ESFM さんで見れるんでぜひ見てください宣伝しとこ。あやよんでの実況もお願いします。あやよん最近浸透してきたのかなって思って、ちょっとかゆいな。写メ会近づいてきてるね。そうなんですよ、写メ会30日だから、よいちゃんと話す機会ってあるのかな。あるんですよそれがこれ言わせるために言ってくださったんですよね、ありがとうございます。お話し会がねただいま受付中なんですよ。明日の12時までです、皆さん12時までです。ぜひやよいとお話ししに来てください。キラーン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 、やよいちゃんと話せるの、話せるんです、なんとなんだってマジかよ、本当ですか、というお声をいただいております。なんと明日の12時までです、皆さんありがとうございます。写メ会もね、写メ会と握手会はねもう受付終了してしまったんですけど、お話し会は絶賛受付中です。何分喋れるんですか、何分なんだろう、なんかね公表されてないみたいでわかんないんですよね。でもそうですね、何分、うーん
でもアルバムなんで、あの普通のシングルの倍の時間話せるらしいですよ。オンラインは1枚30秒。そうなんだ、知らなかった。だそうです、皆さん。そう、ヤウとお話しすると良質な睡眠が得られるらしいですよ。そう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 、家にいながらお話ができるんだって。そうなんです、なんとオンラインなのでお家から、わー、配信できるんです。配信じゃない、ビデオ通話みたいな感じ、こんな感じです本当に。やっほー、なんとかさんこんにちは、大好きだよみたいな感じです本当に。部屋きれいにしなきゃ。大丈夫です、なんとオンラインは部屋が汚くても参加できますなぜならここしか映らないから。私もお部屋今散らかってます、信じられない。そうなんです、ギリギリまで寝れます、好きもいます、独り占めできます。申し込む、ありがとうございます。こんな宣伝文句にバレた。そうなんです、寝起きでも大丈夫。でもお高いんでしょ。詳しくは私のツイッターに貼ってあるリンクからチェックをよろしくお願いしますスターパジャマでも大丈夫ですよ全然。そうっていう感じで、寝転んでても大丈夫？大丈夫ですよ、もちろん大丈夫大丈夫。私もね、まあ私は寝転がってないんですけど、あの皆さんが寝転がってたら私もこう向きになりますんで安心してください。こうであれば、まあ、こう行くんで、こうであればこう行くんで安心してください。13、14はねもう今回の受付で終了となってしまうんですけど、13日と5月の13、14は確か1日目が甘々コーデで、2日目がパーカーコーデなんですけど、甘々コーデはまあこんな感じですね。こうリボンとかつけちゃったりして、レースとかつけちゃったりしてみたいな感じなんですけど、パーカーねあんまり着ないから、あ声こもって、ごめんなさい、パーカーあんまり着ないから、パーカーもね結構なんて、おうちコーデっていうのかな、なんかおうち彼女みたいなそう、でもこの甘々コーデが一番私服みたいな、普段の私服って感じなのかな。パーカー女子になろうと思います。甘々コーデはまあ確かに普段も甘々っていうか、まあリボンとかついてます。インスタやらないの？インスタやりたい、インスタやりたいです、めちゃくちゃ。そうセーラー戦士もね来ますしね、 JK ブランドから卒業したのはやっぱ内緒ね。それは22日は生誕地、生誕地来てくれたら嬉しいなーみたいな楽しみの日は21日です。21日、5月か、5月21日はなんだっけ、セーラー戦士かな、セーラー戦士かな、戦士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 、そうそうそう、セーラー戦士でもね、そうなんですよ。22日はショッキングピンクを着てくださったら嬉しいです。リアルも待ってますね皆さん。生誕ティー、はるかさんのねレーンがね、あの
めちゃくちゃオレンジじゃないですか皆さん。私もそんな感じでこうピンクにしたい、レーンをピンクにしたいので、皆さんもしね、だからあのピンクセタンティー持ってない方はピンクの服を着てくださったら嬉しいなと思います。まだ誰か決めてないよね。そうそうそう、セーラー戦士誰か決めてないんですよ。皆さん誰戦士がいいと思いますか。誰がいいかな。オリジナルすごい、ピンク軍団、そうピンクにしたいですね。ピンク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 、セーラーサターン、あの土曜日の子ですね。土曜日の子とか間違えた、土曜日じゃなくて土星だ。土曜日ってなんやねん。はい、マーズ、チビウサ、モモレンジャー、何それ。ヴィーナス、え、もうバラバラですよ皆さん、本当にあの凍結じゃない、間違えた、統一してください。マーキュリー、マーズ、いっぱい違うみんな。どうしよう、セラビーナス派です。なるほど、土星ですね。曜日になっちゃった、土曜日とか言っちゃった。でもね、漫画から読んでるんですよ私、セーラームーンは。もうね、めちゃくちゃセーラームーン大好きで、だから頑張りたい、やるなら。どうしようかな、何にしよう。今出たのはサターン、マーキュリー、マーズ、ヴィーナス、ムーンが出てない、すごい。アミちゃんがやってたのはセーラーマーズですよね。何にしようかな。そう、なんかマーズはアミちゃんとフワさんがやっててみたいな。チビウサはでも無理だと思う、なんかこの竹的に無理じゃないかなって思って。サターンだったらできそうかも、黒髪だし、ボブ風にして頑張って、オンラインだから、まあまあまあ後ろはね見えないから、まあ、なんとかして。ムーンか、まずムーン、チビウサミッヒーがしてた、なるほど。ヴィーナスえ、ヴィーナスもね、でもなんかできそうっていうか、こうハーフアップしたりしたら。サターンの衣装とか売ってるのかな。なんかサターンってさ、こうムーンたちがここだとしたら、サターンってちょっとここじゃないですか。私は大好きですけどね、私は大好きなんですけど、だからどうしようかなって思って。タキシード仮面、タキシード仮面、皆さんタキシード仮面になってきてくださいよね。え、まあ、マーズとかだったらちょっと気まずいけど。そうそうそう、仮装して皆さん来てください。アルテミスでもいいですよ皆さん、ルナでもいいですし、あの猫ちゃんなんですけどね、アルテミスとルナちゃん。ルナちゃんっていうか、ルナって男の子だっけ。勝手にちゃん呼びしちゃったけど、男の子な気がしてきた。でアルテミスが女の子な気がしてきた。え、逆だっけ、逆かもしれない。アルテミスが男の子だった気がする、でルナが女の子だった気がする。うん、絶対そうだ、違うかな、なんか分かんなくなっちゃうよね、分かんなくなっちゃいますよね。合ってる、おー、やった、ルナが女の子でアルテミスが男の子。じゃあね、確かにセーラー戦士って言いながらルナやってきましたみたいな、猫で急に来たらちょっとね面白いかもしれない。それはそれで、ルナちゃんが女の子、よかった、勝手に男の子にしちゃったかと思った。よし、皆さんじゃあね、猫で来てください。私はね、もう何かしらのセーラー戦士で
来るんで、皆さんは猫、猫で来るってちょっとハードル高いのかな、どうなんだろう。あ、待ってください、そろそろね私のお尻がしびれてきたのでランキングを読んで終わろうと思います。座ってたらねもう痛いくなってきちゃったので終わろうと思います。くらくら、私の宣伝をねたくさん聞いてくださってありがとうございます。でもねウィッグかぶれないかもしれなくてどうしようと思ってます。芥川景子さん実写でセーラーマーでしてたの知ってます？知ってます、知ってます。めっちゃなんか美しすぎてやばいですよね。美しすぎてやばいですよねって、そうですね、皆さんまたキョッピーのところへお願いします。カウントだけでもいいので行ってみてください。ああ、それではランキングを見たいと思います。変わらないと嬉しいんだけど、13位、じゅんやさんありがとうございます。じゅんやくんありがとうございます。12位ゆうさんありがとうございます。あ、猫だ、猫猫猫猫。なゆさん11位ありがとうございます。なゆさんありがとうございます。なゆさん10位、かるちゃんさんありがとうございます。かるちゃんさん、わー。9位、山田真剣佑さんありがとうございます。ごく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 牛乳ごくごく。8位、瀬戸さんありがとうございます。瀬戸さん、わー、ありがとうございます。あれ、猫じゃない、なんだこれは。7位、山俊さんありがとうございます。ありがとうございます、山俊さん、ガオー、わー、ビー。6位、シロちゃんありがとうございます。好き好き好き。5位、あやちゃんありがとうございます。あやちゃん、ちゃんちゃん、あやちゃん、ちゃんちゃん、あやちゃん。4位、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。わーん、 なんだこれ。かかかか、ありがとうございます。3位、みのりちゃんありがとうございます。よく動くクマ。そして2位は春屋さんありがとうございます。グッジョブ、グッジョブじゃないかもしれないけどグッジョブ。1位は鉄メガネさんです。ありがとうございます。メガネ、北川景子さんは兵庫県出身よね。キョッピー応援してる。キョッピーね、あのね、ソウルメイトなんですよ。ソウルメイト、ハートでつながってる。牛乳じゃなくて塩塩飲んじゃった、しょっぱい。ありがとう、ありがとう。明日も頑張ろうね、頑張ろうね、頑張ります。お疲れ様、ありがとう。またね、またね、遅い時間にありがとう。こちらこそ遅い時間にありがとうございます。やうちゃん推しになりました。わ、信じますよ、信じますからね。オンラインお話し会14時受付、21日、今日の12時から明日の12時までです。お願いします。13、14は今回で受付終了です。お願いします。もしよければチャレンジの SKE パレオ無料ギフトを SKE 篠原京香ちゃんに投げてくださいみたいです。 OK、 任しとけありがとうございます。25時からリピート放送と推しの子も見ましょう皆さん。それでは夜遅くにありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。